はい、どうも皆さん、こんにちは。カブくんです。今日は2021年の9月の4日、皆様時間でいうところの、ですね、夕方ですね。で、僕時間でいうところのベルギー時間では、昼の、10時となってます。はい、桃田さん、ありがとうございます。カブくんへフィギュア情報です。市橋翔也選手23歳と、湯野木美優選手が、15歳が、フィギュアのペアとして新しくパートナーとして誕生したらしいです。市橋選手は四大陸選手権の後に新しいパートナーを探しており、日本フィギュア界ではペアの裾野の拡大が重要視されており、早ければ今季のシーズンの試合にも出場する意向があるそうです。ペアはなかなかその新しい選手が、まあ、最近は結構出てきたかなっていう、ぼちぼちそういったイメージがあったんですけど、日本も力をね、入れなければいけないところかと思いますので、楽しみな選手が出てきたよっていうことですね。で、年齢的に若いペアなので、将来的に期待できそうですねということで、新しい新鋭ですね。チェックしてみたんですが、関西大学のリンクで、トレーニングをしているようですね。いろいろこう、高橋選手とかも、ね、いるので、刺激を受けて成長ということですね。まあ、ちなみに高橋選手は、アイスダンスですよね。で、彼らは、フィギュアスケートのペアですかね。うん。だから、まあ、競技が違うんですけどもね。はい、今、いろいろこう刺激を受けながらね、成長していくのかなというイメージですね。ゆうのややさん、ありがとうございます。カブさん、ベルギーは寒くて湿気が多いんですか？なんか意外ですね。そんな風には見えないです。そしてベルギーといえばムール貝とあとチョコですね。カブさんはよく日本のチョコの方が美味しいって言ってますけど本当ですか？私はベルギーのケーキが食べてみたいです。日本のダースチョコとか抹茶チョコとかの方が甘さがそんなにすごい甘くないと思うんですよ。で、ベルギーのチョコはチョコレートの上にさらに砂糖を重ねているようなね、感じがあって、例えば、ココアとかもココアの上にさらに砂糖を加えているベルギー人いっぱいいるんですよ。だから甘すぎるんですよね。ケーキとかもそんな感じだったりしますね。で、ホール丸ごと一つが一人分なんですよ。普通こうケーキっていうとショートケーキチョコレートケーキってあると思うんですけど、それこう一つあった場合家族でこう4等分5等分6等分して分けるっていうのが、まあ、僕の中ではまあ、これは僕の中の常識なんですけど、そうではなくてケーキ丸ごと1個が1人分なんですよね。うん。なので、ちょっとそれを見たときに、ってね、ああ、そっか、カルチャーショックという感じを受けました。で、ケーキの値段っていうのが安いんですよ、ベルギーの方がね。で、日本はショートケーキ何かと高いですよね。だから、まあ、結構ケーキを買うっていうのは、日本だとまあ非日常的なイメージがあるんですけど、ベルギーの場合は、まあ多分ヨーロッパの場合は、ケーキを買うっていうのは結構パンを買うみたいな、そういうイメージに近いのかなという印象を受けてます。はい。そしてベルギーは寒くて湿気が多いということなんですけど、これはね、昨日少し述べたお話したんですが、まあ、やはりそうですね、まあ、晴れるときは、まあ、例えば、南の方に、アフリカがありますので、アフリカからの熱波が来たときは、まあ、大変暑いんですけど、まあ、上は北極で、日本よりも北極が近いですから、まあ、寒い風が吹くと、あっという間にこう、まあ、気温が下がってしまいやすいという、非常に天気が変わりやすかったりするんですよね。で、その狭間でね、結構、寒冷渦というか、まあ、ポーラーローっていうね、巨大低気圧が発生したりするんで、まあ、風が結構強くなることも多いんですよね。うん。なので結構違いがあるのかなっていう印象はありますが、はい。僕は日本のダースチョコとか抹茶チョコの方がね、僕は好きなんですけど、でもこれも一回やっぱ食べてみないと分かんない部分が多いと思います。多分日本で活躍している、まあベルギーの、まあ、そういったショコラチエみたいなね、ところあると思うんですけど、そこで食べるチョコは多分美味しいと思うんですけど、実際ベルギーに来てですね、チョコレートのケーキを食べると、あれちょっと違うなって思う人もいると思うので、実際に行かなきゃ難しい部分はあるんですけどね。はい。そんな感じですね。はい。そして、ゆいのややさん。菅さんがパラリンピック開催中に辞める発表はマイナスイメージだったみたいですね。ということで、何かとね、こう、イチャモをつけてくる人っていうのが、やっぱいつもいるんですよね。うん。
もうなんか、どこにやめても、なんかそのね、まあ確かにパラリンピック開催中だからね、終わってからっていうのが良かったとは思いますが、何かとこう、マイナスなところをこうね、根掘り葉掘りこう出してきてっていうことかと思うんですよ。それに日本開催のオリンピックの年に、総理大臣が辞めるっていうジンクスがあって、続いているらしいです。ということですね。なるほど、そういうのが、まあ、つまりオリンピックの時は結構いろいろその代表とかが叩かれやすいのかなということなのかな。そして、これは先ほど答えた内容ですので、ここまでということですね。はい、というわけで皆さん、コメントありがとうございます。で、この後の予定ですが、昨日お話しした通り、フィギュアスケートのね、実践解説を陸上でやる動画を、上げる可能性があります。これ可能性ですけど、結構可能性高いですね。はい、あとは株式投資のね、お話を一部じゃない、いや、する可能性がこれも高いですね。はい。はい、それではこれで以上です。